d h c 2ビーバーで、ハビランドカナダ d h c 2ビーバーは、カナダのデハビランドカナダ社が開発した単発エストールレシプロ機。辺境の業者たちは、隔離された集落間の移動を小型船や鉄道、さもなくは犬ぞりに頼るしかなった。本機は、そんな未開地での運行を目的とした、ブッシュプレーンとして開発された機体である。 当初の開発計画は第二次世界大戦終結前に完了していたが DHC-1 チップマンクの開発に専念することになったため開発作業は一時中断され再開されたのは1946年になってからだった翌年1月には試作機の組み立てが始まり同年8月16日に初飛行を行った高配置の全金属製単葉機で エンジンは P&WCR-985 ワスプジュニアを採用した。側面が平板の胴体はセミモノコック構造で、6名用の座席は貨物搭載時に容易に取り外せるようになっており、キャビンには各種貨物を直接積み込めるよう2つの大型ドアが設置されている。頑丈な機体構造を持ち、荒れ地や短い滑走路からの離着陸性能に優れる。 だけでなく、スキーを主客に装着すれば、雪上や氷上でも運行でき、フロートを装備して水蒸気とすることも可能。1948年3月に、カナダ運輸省からの形式証明が降りると、カナダとアメリカで同時に発売された。デファビランドカナダ社は本機を、販売戦略の先方を担う機体と位置づけ、中小航空会社やチャーター運航会社はもちろん、 鉱物資源探査、石油採掘事業、林業などにも狙いを定めて販売活動を行い、抜群の販売成績を収めた。軍用機としても L-20 の名称で採用したアメリカ軍を筆頭として多くの国で採用され、朝鮮戦争やインドシナ戦争、ベトナム戦争などで実戦投入されている。1967年に、 デハビランドカナダ社での生産は終了したが、機体構造が強固なため多数の機体が飛行可能な状態を保っている。現在は、ボンバルディア社から製造権を取得した、バイキングエア社がターボプロップ型を生産しているほか、既存の機体向けの補修パーツも生産されておりさらなる、延命が可能となっている。ターボビーバー3のプロトタイプ DHC- に、 T アメリカ空軍の U-6A 日本では、日東航空などが運用したほか、南極地域観測隊も1機を、昭和号の愛称で、第二次第5次観測の間、南極観測船、宗谷から使用しており、断念された第二次観測の際は、タロとジロの悲劇にも関わっている。出展、週刊エアクラフトナ、no. ンバーワン4 4 9 9 1年、P4。 ありがとうございます。